はい、お疲れ様です。山です。新素晴らしくこの世界続きやっていきます。さあ、じゃあ、オイスト行きましょうか。おいおいおい。ここも普通に突破するだけか。はい。バトルをしてもらう。今から呼び出すノイズとバトル。いいよ。やりましょう。降りかかるキノコは払わねば。大丈夫だよな。オッケー。あー、サソリからまずやろうか。ほい。捕まった。サソリはね、毒入るんで先にやっといた方がいい。オッケー、倒した。オッケー。あれ、こんな感じか。で、次がクマさんね。え、打ち上げて、ここ。あ、おい、おい、おい、ナイス。よくわかんなくなってきた。あ、レーザーいいね。で、バッジなんですけど、まあ、特にね、見てみたんですけど、気になるバッジも今ないんで、まあ、なんか拾えば、これをね、意識したバッジ構成していきましょうか。OK。まあ、しばらくこのまま。まあ、使い慣れてるし。慣れた構成の方がいいのかなとか。倒したよ。やっぱ弱すぎたか。あれ？あれ？ここにも根回しされてる。用意したノイズだよ。仕方ねえ。軽くしてやれって言うからね。してやれ？上からの圧か。誰だ？鈴木ちかな？この人の上司は、シーバとかそこら辺だよね。誰が言ったの？まあ、ルイに勝てるとは思わねえけど。それじゃあ、なんだ誰だ？メランコリー、メランコリー。ちょっと待って、新しいバッジだ。誰だ？死神サイドの人が誰か手助けしてくれてます。今なんだ？何言ってちゃう？あ、これか。パトロールショット。ブーメラン3個なき、すげえ。え？チャージ最大値は相手を打ち上げる。あー。か、ダウンさせるかのどっちかが発生。空中にいる敵を攻撃したとき与えるダメージが大きくなる。これ難しくない？どうしようか、変えてみる？変えてみようか。ちょうどね、他にも気になるマッチちょっとあったんで見たらやっぱ。これを、R1 でなんかあったんですよ。なんだっけ。あ、これだ。フリーザフリーザ。フリーザフリーザ。はい。なんだろう。溜めて、殴る。ハードパンチャーラッシュ。チャージしてボタンを離すとターゲットに接近して連続パンチ。チャージの長さでパンチの回数が変わる。最後のパンチでノックバックと、アイスバインド。が入るね。まあ今までの構成とはまた変わるんですけど、まあ変えた方がいいよね。やっぱいろんなね、可能性を見出していかないと。はい、OK ね。じゃあリンドはこれまあ全然レベル上がらないんでこのまま行きましょうか。雪光打ち上げかな最後。かっこいいよね。で、フレットはこのままで。で最後になんだ、石のね、ロックバインドで、フリーザフリーザと、メランコリーメランコリー。なんか2回重ねるのが多いね。いや、あれか、なんか命令っぽいよね。であれば死神警官。いや、でもススキチっぽい気もするんだよね。どうだろう、こっちかな。オーイーストはこっち、まあ、どっち目か。ん？こっちか。こっちか。あれ？待って。あー、こっちだね。こっちから行こう。なんかやる気ない。
ため息。ナンバー270飛行機エンジョイのバッジを持ってきて、こいつを落とすのは、ネファストレイブン。まあ。嫌ならどうならなくてもいいんだぞ。これも簡単なのかな？これな。え？なんだっけ？ネファストレイブン。ナンバーなんだ？セブンだっけ？え？いないな。あ？なんかカラスっぽいやつ。待って、まだ、痛いって。これやろう。あ、逃げる。待って。逃げないで。やりたいんだけど、お前と。やばい。オッケー。やべ、ちょっと他の敵も巻き込んじゃったからな。手間はかからなさそうです。あ、これかな、ネファストレイブン。まずこれ。あ、間違えた。これ食らってんだ。で、ブーメラン。はい。飛ばす。はい。ブーメラン。あー、いいね。いいじゃない。まあ、なぎさんの技は、誰かと合わせとけばいいかな。はい。単発で出すのはちょっと違うかもね。はい。どうなんだろう。あれ強いのかな。ドイツからぶっ飛ばしてやろうか。うわ、いろいろいるな。この交換から。はい。ありがとうございます。投げてもらって。オッケー。いいよ。ナギさんがちょっとよくわかんない。活躍できてんのかな。あー、でもこれはいいかも。ブーメラン。オッケー、たまった。はい、すげえ。強いのこれ。神クラスバッジだけどさ。はい、全然当たんないんだけど。あー、でもナギさんが殴ってんのなんか面白いね。いいかも。はい、よかった。ん、最後の大鳥、名前がいいね。新しいパッチケット。待って、今なんかパッチケットしたっけ。今のが多分そうだよね。ネファストレイブ。あ、ゲットできてないね。しかも、多分ハードじゃないとゲットできないんじゃない？ハードでしかも、4% なんだ。マジか。スキャンするぞ。これ結構手間かも。集中だ。ハードでゲットするためにはこれで、しかも 4% なんだよ、ね。4% ってことは、ドロップレート今2倍だから、これで今8倍なんだよ。だから、ドロップレートを上げるために、レベルをどんどん下げていく。25倍までになるまで上げれば、OK。スキャンするぞ。さあ、これでやっていこう。誰がで、まとめてかかってこいや。いける。あ、いて。これか。これ負けないように、マジで。はい。オッケー。はい。オッケー。わけわかんないんだけど。はい。オッケー。ブーメラン投げてもらって。はい。どうなの？はい。落ちたところを殴る。あ、ちゃんと追尾してくれるね。うまい。オッケー。でも、そこそこダメージもらってる、俺。やばい。オッケー。溜まった。オッケー。
ぐちゃぐちゃすぎて、あ、やばい、結構食らってる、やばいな。誰にやられてんだ。はい、これ倒せばいい。なんで当たんない、マジか。爆発した、やばい。あ、まだいたの、マジか。オッケーオッケー。いや、ブーメランちょっと厳しいな、これ。オッケー。あぶねえ。ちょっとブーメランダメだな。当たればいいけどね。ちょっと追尾性能弱いね。あれ？毒毒パニック、レイドン。あれ？これどうなんだ？待って。今ので、ちょっと待って、何欲しかったんだっけ。飛行機エンジョイだよね。考えろ。ネファストレイブンだよ。ちょっと待って、もしかしてさ、難易度イージーで出てくるとかあんの。イージーだとどうなんだっけ、レートは。どうする。エネミーで、100% なんだ。まだここも、そっか。集中だ。簡単にされてるっていう手で言えば、そうだな。イージーで取れるっていう可能性も、可能性というか、十分ある。お米に預かり光栄ですね。あ、ゲートできてる。これか。オッケー、できた。あ、難易度はイージーにしてるけど、レベルが、待って。レベルは、オッケー。さあ、難易度イージーでゲットできるってことは、やっぱりこう、あ、ちょ待って、ちょ待って、ちょ。いた。あ、王子。またここにいるんだ。また困ってる。どうした？困ってる？難しい顔してる。でもそんなお姿もかっこいい。はい。王子、エイジ。ん？うん。もう有名人じゃん。ビートがいたね、前回の死神ゲームでもいたんだよね。あんま興味ないんでしょう、ね。しかし、随分やる気のねえやつだな。うん。先日見せた暑さの気配が見当たらぬ。様子が変だね。あ、王子。どうしたの？王子氏の心へいざ。待ってね。秋田真奈美。なんかプレゼントが災いしちゃってる感じかな。で、ちょっとね、このビートのメランコリーメランコリー。ちょっと変えようかな。あ、でも進化するんだ。だから使おうか。使うわ。スキャンするぞ。花のささやき。花一輪のプレゼントか。あー、もらっちゃった感じか。ここで影響してくる。メイドのアイリスバーヤを思い出すな。なんだ、急に気力が動きたくない。一輪だと相手に辛い思いを押し付けるんだよ。取り憑かれてますな。お邪魔。ちゃんと呪いがね、生きてます。準備はできてる。行くぞ。さっさと片付けんぞ。あ、イージーのままだ。自分じゃないみたい。そんなに効果あんの。はい。殴って。ブーメラン。飛ばないんだ、マジか。でかすぎてか。はい。テンション上げてこうぜ。テンション上げてこうぜ。こんな感じか。ダメだな。ちょっとシンクロゲージ意識しすぎて。もっと攻撃の頻度を上げたいんだよ。なんか、気づいたらためポーズのまんまにさせちゃってるな。あの、そうすると、こうやって、玉切れになるね。はい。はい。殴ってもらって。だな。OK、溜まった。結構かかったかな。どうだ。これは余裕でいけそうかと。大切な人を失ったように深く悲しい。徐々に HP。あ、カメレオンいる。マジか。
はい、ナイスです。ナイスです。誰も貢献してますぞ。完璧。よし、もらった。誰切ってんの？カメレオンか。オッケー、倒した。カメレオン知らない間に倒してた。なんとかなりそうだな。はい、大切なアイリス、もう一度会いたい。ジーヤもバーヤもいなくなってんだよね。当たんない。オッケー。地面から出てきて戻ろうて。はい、殴って。オッケー。ブーメランがちょっと当たってないね。残念っす。はい、ブーメラン。お、いいね。あ、追い打ちができない。殴れ。殴るのそんな強くないんだよね。俺たちの勝ち。思った。うまくやれたと思ったんだけどな。やべ、ブロンズだ。難易度のせいかな。アバチ進化させる。コニーコニー。ん？コニーコニーってあそこの店の名前じゃない？はい。あ、やっぱ難易度が低いせいで、この、なんだ、ランクボーナスも低いね。王子の思い出と、サクリファイスか、ゲット。送られマグナムもゲット。はい。どうだ？さっきの感覚は何だったんだ？ファンから花を受け取った途端、切ない感情に囚われてしまった。少し疲れが溜まっていたみたい。ちょっとの出来事だったんだ。はい。私のお花で癒されてください。はい。はい。渋谷のアイリスたち。いいな。ああ。うん。うん。有名なのも大変だよね。これどうなんだろうね。前回の、あの、お花の、やつあったじゃないですか。あれが影響してんのかな？なんだっけ？お花を一輪渡すとか、渡さないとか、花束にするとか、そういうのを選んだんですけども、それがね、影響してきてるとか、あったりすんのか。どこだ？秋田さん。あ、これか。秋田まなみ。あ、王子つながり。はい。バリーメンバーの元カノ。あ、これ前にさ、助けてやってほしいみたいな、なんだっけ、生前お世話になった人がいて、その人がなんか取り憑かれてるから払ってほしいみたいなやつで払ってあげた女の子だよね。この子の会話だと、なんか女性の友達亡くなってしまったね。なんかすごい悲しみの思いがあるようでしたけど、どうなんだろう。元カノか。バリーの人のことを思って、わかんないな。まだ完全に吹っ切れたわけでもないけれど、少しずつ前を向こうと、高校時代に憧れていた王子エイジのファンクラブに入会、あの頃のときめきを取り戻しつつある。あ、そっか、忘れるために、忘れるというか、まあ前を向くためにね、王子エイジを。そういや、あの時すごくときめいていたな、みたいな。はい。マブダチコンボアップ。リンドとフレットの組み合わせによるシンクロコンボの、シンクロ値が一定確率でよりアップする。いいね。OK、じゃあ通してもらおうか。はい。OK だ。まあ進んだら進んだで大変だけど。あ、そういうこと？今日のミッション大変だよね。え？そうか。誰かが助けてくれてるというよりは、ルーウィンが、もしかしたら差しでまたやり合いたいから、このね、ツイスターズだけ先に通せみたいな感じで根回ししてんのかなとかいうふうには思いましたけど。どうなんだろう。ちょっと怖いね。はい。リンド。うん。カノンさんと協力するって話だけどさ、
俺が真面目に考えてないとか思ってるかもだけど、別にカノンさんのことも向きに考えても俺は動く方がいいと。今週始まってから何回かリンドとは意見が合わなくて、ちょっとまずいな、なんか怖いなこの流れ。こんな真面目な空気で話するの苦手だし、まあいいかなるようになれって思ったりしたけどさ、思ったりしたんだけど、消滅は俺だって嫌なわけよ。ああ、うん、だからもう一回本気で言うけど、やっぱりさ、協力しよう。俺もやっぱりその方がいいと思う。あ、それお前の意見？え？そうだけど。うん、結構グサグサ。うん。なのに決めないって何なんだって思ってたけど、ちょっと見直した。何回も言われたけど、俺こういうの時間かかるし、すぐ決めらんなくて悪かったけど。ふふん。おー。逆に辛いね、これはこれで。辛いという。まあ決めた、まあ決めたっちゃ決めたからね。いいのか。不安は残りますが、リンドー殿の判断なのでよし。それよりギスギスしていた感じがなくなって安心しました。ああ。よっけ。いいね。ここは年上組だからね。うん。RG とは基本連絡取れなくなっちまうね。あれこれ管理されて制限かけられて、カゴの鳥ですよ。うん。あ、参加者バッジもらってないんだ、ビート。うん。あ、持ってる。え、マジで。ん？待てよ。あの日突然サイキックが使えるようになったか。クラスのやつにこいつをもらった日だ。お？しかしそう言われると心当たりがあります。 Y がこれを手にしたのは限定バッジ引き換え上を下見に出かけた日、突然人の心の中に入れるようになってしまう。ねえ、ああ、おめえらがこのバッジを手に入れたのはいつだ。先週っすね。はぁ、うん。我々が UG にいるのは RG でバッジを手にしたから、死んでから配るのが面倒だからって言ってた。しかし実際は参加証というより状態上的なっていうか、時間を戻すのにバッジが関係してなかった。ああ、サイキック使えるのもバッジがあるからぶっ壊してみるか。我々 RG での存在が効いている以上、信憑性抜群です。俺のバッジまた模様が変わってる。どうだろう。なんか鬼っぽいよね。はい。まあなんだろうね。でも他にも配ってるはずなんだよね、その RG でさ、バッジは。だから配った中で多分死神側が、こいつを呼ぼうみたいな感じで、決め打ちして、決め打ち、呼んでんのかなと。じゃあなんで目つけられたのかなって思いますけど。なんでしょうね。はい。ということで、じゃあ今回これで以上です。ありがとうございました。